見た。ちゃうかってんな、多分思ってたのと。すっごい泣いてる。なんだ。何この虫。トンビ。ピーヒョロヨロヨロって。めっちゃ綺麗やろな。4月5月落ちてきそう。虫怖いな。ちょっと夏は絶対来た。何色なんやろな、この感じね。うわー、でも綺麗なこれ。めちゃくちゃなんか個人名のあれがあるよ。中川さんの野田富士。マシタ、マシモさんの野田富士。こと。この人の富士。だからその人の家にあるんかなぁ。ああ、まあ、その人、だって、普通のとこにさ、普通のとこに、自分の敷地でもないところにさ、って置けれんくない？お前な。自分のドーンって。そうやな。です。この人のお宅の庭に、こんなのがありますよって、すごい、すごいな。個人情報。プライバシー、ないんか。祭りとかもやってんやな。どう見てもなんか豆みたいな感じやったな。これ豆やん。豆に近い。うまい。ここで祭りがやっとん。で、一番2個レジあってさ、うん、ここにもう1個レジあるやんか。あるな。1,2,3 セミセルみたいな。そう、そこを俺が使ってたから。あ、2個2人で2個しか出すできんかったんや。すみません、ちょっと。です。みんな、なんかこう店長の方見て、店長とか俺の方見て。あれ何してんやろな。マジでさ、おもろいタイミングで左翼をするな。なんかもう中学生とか、やっぱ一気に散らしてんだ。ねえ、ファンタのモア。かわいい。かわいいやん、ファンタのモア。女の子なんか前髪こう中学生。ああ、もうここぞとばかりのおしゃれか。前髪整えて、すげえな。若い子がじゃあいっぱいおったん。おったな、意外と。俺防衛町に若い子見たことねえからな。すげえとおったな。すげえな。まあでも俺らと同世代はなんかもしらん。ああ、さすがにもう中学生高校生か人妻だけ。ああ、俺らみたいな若20代の若者は多分少ないと思う。まあそらそやろ、出るやろうな絶対。仕事ねえやろな。山、久しぶりに神社っていうんかな、仏閣か知らんけど。これすごいな。なんかに続く道っぽいな。うん、丘の方に行くんちゃう、これ。おお、めっちゃ立派。すごい。全然、さすがに、神社やろうな、本堂みたいな。
うわ、小学校。なんもなってたやな。マジでなんもない。うん。ここが、どこやろ、大江町2かな ?2 かって言ったらかわかんないけど。ちょうど、いいタイミングや。ニカの地に足を踏み入れてしまった。ほんまやな。めっちゃタイムリー。おお。ルフィの画像出せれんの？いやあれ。さすがに。まあモザイク。モザイク。これが。パーティーです。俺の最高だ。目だけでも大丈夫。そう、目をブロックしたら全然いける。引っかから。で綺麗な家もあんな、あんな、あんなも絶対。でも移住者ここら辺に来るのかな、これなのかな、イノベーションか。結構綺麗。動物？クマちゃん。やべ、ぽいな、この穴は。怖っ。こんなとこ出られたらおしまいけど、住んでる人死ぬっちゃ、なんの無理やろ。うわ、でも、なんか、すげえ。おぉ、ちゃんと。なんなん、ほんまにクマ。まあ、この大きい穴、クマっぽいけどな。小屋のために、塞いでんのか。すごいな。タクシー、これタイのあれだんちゃうか。トゥクトゥクぽくない。あ、ん？やってない？ゴジラ。うわ、あ、どうやろう、いけるかな。ちょうど5時やもんね。カフェも終わっちゃいました。ごめんなさい、終わってしまったんです。カフェ終わっちゃった。ちょっと見ていく。ちょこれ、かわいいな。コインケース。フォトグラマー。年始、ここだけやな。しばらく休みますって書いてくれ。心折れたやん。こやんくて。え、色はすなんか変わってるやん。こんな感じじゃないよな、全然。すっげえ。
お、ピンクマンや。ちょっとでも動画のあれを一生撮ってる。ええやん。もう無理。これで終わりやん、今日の動画は。ぬるっ。